サラリーキャップとは各プロスポーツチームが所属する選手に支払う年俸総額を毎年リーグ全体の収入に基づいて上限金額を調整し規定する制度である。スポーツの分野またはリーグの違いによって詳細は様々である。サラリーキャップの効果として各チームの経営の健全化ということ以外に一部の 豊富な財力を持つチームが金を使い選手を集めることを防ぎ、リーグの戦力を均衡化させるということがある。実際、サラリーキャップを導入している NFL の場合、連覇は難しいと言われ、スーパーボールを3連覇しているチームは未だ出ていない。同じく NBA も近年は王朝と呼ばれるチームでも3連覇が精一杯で、 その次の年は NBA ファイナルにすら進出できていない。MLB、NPB、欧州のプロサッカーなどでも契約金、年俸の高騰が問題視され、これを導入しようとする動きも見られているが、具体的な方針がまだ固まっていないが、導入されている。また、欧州サッカーではクラブごとで、サラリーキャップを設けているケースがある。なお、スポーツリーグによっては、 加減金額を設けている場合もある。北米プロフットボールリーグの NFL では、フリーエージェントで移籍した、特定選手に対する年俸の極端な高騰を抑制し、均等な戦力で試合をすることを目的に1994年から導入された。効果の一つとして、多くの高給与、ベテランプレイヤーが放出される傾向がある。 毎年リーグ主催者の総収入の一定の割合を NFL 参加チームの数で割った金額が各チームのサラリーキャップとなる。各チームはそのサラリーキャップの上限金額までの範囲内で契約公開を交わすこととなる。主催者総収入とは全国放映権料、グッズなどのマーチャンダイジング、並びにホームゲームにおける有料試合の入場料収入などをすべて合算した。 ものである。また、上限を超過してはならない厳格なこれらの形式は、ハードキャップと呼ばれる。NFL においては、サラリーキャップが、その他の制度も含めて、戦力均衡という目的に機能しており、サラリーキャップ導入以来、スーパーボール連覇を達成したチームは、わずか4チームしかなく、3連覇を達成したチームは、スーパーボール史上1チームも出ていない。 限度額は年々上昇しており、当初は3556万8000ドルであったが、2015年シーズンは1億4328万ドルであるなお、サラリーキャップには、加減も存在する。これは、年俸上昇を願う、選手会との交渉の結果導入されたものであり、チーム総年俸を圧縮して、利益を最大化する試みを制限する。 2013から2016年及び2017から2020年のそれぞれの期間では4年間の総額が上限の89%となるように加減が定義されている加減を下回った場合罰金は課せられないが差額が4年間の間にそのチームに属した選手に分配される2011年及び2012年にはチームごとの 加減は存在せず、リーグ全体での加減が存在していた。なお、入場料収入も含めたリーグ総収入の一定割合が各チームに分配されることで、加減を守るための財政基盤が保障されている。北米プロバスケットボールリーグの NBA では1980年代前半には3分の2のチームが財政能力を超える。 高年報を支払ったために経営不振に陥っており、NBA コミッショナーのデビッド・スターンが考案し、1984年から導入された。定義された総収入の53%をリーグのチーム数で割って算出し、これが年報総額の推定最大値となった。年報総額がすでにサラリーキャップを超過していたチームは、時間をかけて、 段階的に導入することが許されるなど、緩やかなソフトキャップを採用した。1995年の競技では、穴だらけだった部分の修正が行われた。新協約で、一定期間を、同じチームでプレーした選手も、再契約が結びやすいように、 サラリーキャップの上限を超えることが認められるのは3年以上となったが、例外が認められない NFL や NHL のサラリーキャップと違い、多くの例外が認められている。加減も存在しており、こちらは例外は認められず、サラリーキャップの75%以上の年俸の支払いが義務付けられている。チームがロースター枠15人の選手に支払う。 年俸総額が一定の基準を超えると罰金が課される贅沢税も採用しており、徴収金は罰金を支払っていないチームに平等に配分される。2013年は総収入をチーム数で割った61.1%が基準額となっている。サラリーキャップや贅沢税の基準額は年々増加しており、2013から2014シーズンでは サラリーキャップの限度額は5867万9000ドルとなり、贅沢税の限度額は7174万8000ドルにまで達した。日本では2005年により開幕した BJ リーグで初めて採用された。球団及び球団職員などのから選手及び家族などへ支給される金銭その他報酬が対象となる。これに加え以下の 各金額相当額をサラリーキャップに加算することができる。日本国外在住の選手の住居費。トレードの対価として受けた金額。選手の負傷時点から契約期限までの未払い報酬額。なお、トレードの対価として、トレード先に支払った金額、及び FA 宣言選手に対して支払われる一時金については、チームサラリーの対象外となる。 シーズン途中に契約解除となった選手については、年俸を均等日割りした上で、契約解除後の日数分は、チームサラリーの対象から除外される。初年度上限は、約6000万円とされた。シーズンを重ねるごとにリーグを呼び、各球団の収入が反映され、2008から2009、シーズンより7600万円に引き上げられた。しかし、 経営難のチームが多いことから、全選手の年俸が、サラリーキャップ限度額に遠く及ばないチームがほとんどで、あった。よって、サラリーキャップは機能しているとは言い難く、成績面でも大きく反映していた。日本バスケットボールリーグでも2008年より、サラリーキャップが導入されていた。総額上限は明らかにされていないが、BJ リーグよりは上とされている。また、 制限対象は日本人選手に限定され外国人選手については無制限となっている。しかし JBL はプロチームも含めプロ選手が主流だが社員選手を中心に構成するチームもあるためチームの年俸総額に大きな差が出ている。このためサラリーキャップが機能しているとは言い難い状態だった。2016年に 上記の BJJBL の2リーグを統合して発足した B リーグでは選手の最低年俸や新人選手の年俸上限額は定められているがサラリーキャップは導入されていない。オーストラリアのプロバスケットボールリーグ NBL の2006から07シーズンの上限額はオーストラリアドルで77万6000ドルで2007から08シーズンには81万ドルまで増加する。 上限額はリーグの成長が見込まれたため2年連続で上昇した。北米プロホッケーリーグの NHL はサラリーキャップを導入するまでに大きな労使対立を伴った。経営者側が提案した2004から2005シーズンからのサラリーキャップ導入に対して選手会が課徴金制度の導入や赤字チームへの利益再分配などを逆提案した。 これに対して経営者側が2004年9月16日から全面的なロックアウトを決行した。この時点では北米4大プロスポーツリーグの中でサラリーキャップ制度も課長金制度も実施していない唯一のリーグであった。その後に本来のシーズン中盤の時期になって選手会はサラリーキャップの導入を容認したが650万ドルの隔たりを解消できず 2005年2月16日に北米4位大プロスポーツリーグ史上初めてとなるシーズンの全試合中止が発表された。同年7月13日に初年度は総収入の54%に当たる3900万ドルを上限とし、段階的に限度額を上げていくサラリーキャップの導入を盛り込んだ2011年までの労働協約を締結し、 老子双方が協約を批准した22日に310日間に及んだロックアウトが集結した。これで北米4大プロスポーツリーグの中で導入していないのは MLB のみとなった。NFL と同じく例外が全く認められない厳格なハードキャップを実施している。サラリーキャップの限度額は年々上昇しており2013から2014シーズンでは 上限は6430万ドルで、下限は4400万ドルとなっている。北米プロ野球リーグの MLB では、1994年に、経営者側が NBA と NFL に次いで、サラリーキャップを導入することを提案したことに、選手会が反発して23、232日間に及ぶ、プロスポーツ史上最長のストライキを決行し、 1994年のワールドシリーズも中止となった。スト集結後に労使観光渉が行われ、1997年3月14日にサラリーキャップの代替としてチームの年俸総額に贅沢税を、選手には年俸税を課し、球団間で収益を分配することを盛り込む新労使協定が締結された。この制度の目的は、 収入の低いチームにより多くの分配金を分配することで収支を改善し、戦力均衡を促すことにあったが、チームがポストシーズンに進出できなくなると、球団側は有力選手を放出し、チーム全体の年俸総額を下げて、多額の分配金を受け取ることを格索するようになり、結果的に戦力の均衡は達成できなかった。そのため、 2002年8月30日に締結された、労使協定において、球団側が選手に支払う年俸総額が一定額を超えた場合、超過分に課徴金を課す贅沢税が導入された。4年間に一定額を超えた回数に応じて税率を引き上げていく内容となっており、2003年はチームのロースター枠40人の年俸総額が1億1700万ドルを超えた。 唯一のチームであるニューヨークヤンキースが超価格の17.5%を課税された。税額は違反回数に応じて増し、2013年から最大で50%の税率が課されることになった。年俸の高騰を抑制して戦力の均衡を図った結果、2001年以降ワールドシリーズの優勝チームが毎年入れ替わるなど一定の成果を上げている。 贅沢税が課される、年俸総額やその税率などは、労使協定により定められる。現在は2017年に締結された、労使協定が施行しており、年俸総額の一定額は2017年1億9500万ドル、2018年に1億9700万ドル、2019年2億600万ドル、2020年2億800万ドル、2021年2億1000万ドルと、 なっている。現在までに最も贅沢税を支払っているのは、ニューヨークヤンキースで、その総額は3億1960万ドルに上る。北米のプロサッカーリーグのメジャーリーグサッカーでは、他の米国プロリーグ同様、サラリーキャップ制度が敷かれている。これは1970年代の北米サッカーリーグにて、ペレやフランツベッケンバウアーら高年俸選手を抱えすぎた、ゆえに、 リーグが破綻した反省を踏まえて MLS 発足の際に制定された。以降、各クラブの年俸総額200万ドル、1選手40万ドルを上限としてきた。しかし、2006年11月に特別指定選手制度が作られ、40万ドルのサラリーキャップはそのままに、各クラブ最大2名までその上限を超えて、選手を獲得できるようになった。当時は、 MLS クラブの一部がデイビッド・ベッカム獲得に興味を示していたこともあり、この制度はベッカムルールと揶揄された。ベッカムは特別指名選手第1号としてロサンゼルス・ギャラクシーに加入した。オーストラリアのプロサッカーリーグの A リーグでもサラリーキャップが導入されており、年俸合計が160万ドル以下と定められている。 ただしサラリーキャップの制限を受けない選手を各クラブ一人獲得可能である。また、4試合限定のゲストプレイヤーも制限からは外れる。ヨーロッパではサラリーキャップは導入されてないが、欧州サッカー連盟のアレクサンデル・チェフェリン会長は同地域におけるクラブ間格差是正のためにサラリーキャップ導入を検討していると2017年に報じられた。 ドイツ代表のマネージャーを務めるオリバー・ビアホフもドラフトかサラリーキャップで小さなクラブを強化できる米国のやり方を機に行っているとしてサラリーキャップ制度への支持を2015年に表明している。中国サッカースーパーリーグでは2021年シーズンよりサラリーキャップが導入され年俸が国内選手は500万元 U-21 選手は30万元 国内選手の平均給与は300万元以下としなければならない。また、外国人選手の年俸上限は300万ユーロとなった。韓国のバレーボールリーグ V リーグでもサラリーキャップが導入されており、上限は13億ウォンとされている。インドのインディアンプレミアリーグはクリケット界で最大規模のプロリーグである。サラリーキャップが導入されており、 2015年シーズンでは6億3000万ルピーをチーム総年報の上限金額としている。ありがとうございます。